皆さんこんにちは。さあ今回はですね、久しぶりに鉄砲を撃ってみたいと思います。機種はねこちらでございます。さあどこのメーカーのものかわかりますか？はい、こちらねマルシンの、X カートリッジコルトシングルアクションアーミーです。そう、ふとね押し入れ漁ってたら出てきたので、あそうだ、久しぶりに撃ってみようということでやってみたいと思います。そういえばねこれ4メートルとか5メートルぐらいから撃ったことなかったのよ。だから試しにね今回初めて撃ってみたいと思います。で、X カートリッジということでこんな感じのね筒抜けのカートリッジに、弾をはめて、で、飛ばすという感じです。それでは弾を込めて撃ってみましょう。はい、というわけでね撃ってみましたけども、やっぱりねホップアップないから辛いね。結果がですね、ここに3発とここに多分2発ぐらいで1発外れたんですかね。でサイトではこの辺狙ってたんですよ。でもやっぱりこうドロップしてやっぱりこの辺にね着弾してたみたいですね。とまあなかなかね狙って精密射撃をするようなものではないようですけども、それでもやっぱりこのカートリッジをね出し入れできるピースメーカーというのはここしかないので、そこに大きな価値があると思います。やっぱね楽しいじゃないですか、このゲートを開けてで一発一発カートを出し入れしてで撃つっていうのはねやっぱ楽しいですよね。というわけで今回はマルシンのピースメーカーで遊んでみました。それではじゃあねー。